ザガゼッテは日本のビジュアル系バンドである。所属事務所は株式会社ヘレシー。2002年に結成し、2005年にキングレコードよりメジャーデビュー。結成当初よりセルフプロデュースを行っており、作曲や編曲は大日本異端芸者の皆様、ザガゼッテといった表記になっている。作詞はルキが担当しており、ルキ。ないし、ルキとクレジットされている。 CD 制作の際は、選曲会を開き、各自が持ち寄ったデモの中から楽曲を選出している。ルキ、レイ、アオイが原曲を作成したものが多いが、セブンスアルバム、ビューティフルディフォーミティでは、メンバー5人それぞれが作った楽曲を収録するなど、全メンバーが楽曲制作を行う。歌詞は元より、作品のコンセプトなどもルキが主体となり決定される。バンド名の由来は、 デモテープのような古き良きものを今に伝えるという意味を込めていると同時にガギグゲ語調の名前にしたかったトルキは語っている当初はカタカナ表記だったが2006年頃からはメインロゴの変更と合わせてザガゼッテと表記されているザガゼッテのロゴオリジナルアルバムミニアルバムベストアルバムライブビデオ PV 集ありがとうございます